スノーマン起用のモスが手のひら返し、意気消沈するファンを歓喜させた公式 FC の新企画とは？ジャニーズ事務所は9月7日、記者会見で創業者、ジャニー喜多川氏、2019年に死去の性加害問題を正式に認めて謝罪した。広告業界では現在、これまでジャニーズタレントを起用してきたスポンサー企業が、契約見直しの意向を示すケースが続出しているが、そんな中、スノーマンのファンクラブ企画がネット上で話題になっている。現在16社、個人契約含む、と契約中のスノーマン。今回の問題を受け、彼らをミンティアのイメージキャラクターに起用するアサヒグループ食品や、目黒蓮を午後の紅茶の CM に起用中のキリンビバレッジが、今後契約更新はしないと発表した。中でも、ファンが不満を訴えているのは、今月11日に渡辺翔太とラウールが出演する新 CM を公開したばかりのモスフードサービスの方針転換。同社は、当初、起用継続を決定していたものの、13日に一転して、今後、明確な被害者救済と再発防止の取り組みが認められない以上、ジャニーズ事務所との契約は継続しない、とコメントしたんです。